ジェントルジャイアントはイングランド出身の1970年代に活動したプログレッシブロックバンド。サイモン・デュープリーザ・ビッグ・サウンドというバンドにいたデレク・レイ・フィルのシャルマン兄弟を中心に結成され、1970年にアルバムジェントルジャイアントでデビューする。技巧派のジャズロックにトラッドや古楽の要素を織り交ぜた音楽性で、 批評家からの評価とは裏腹にセールスに恵まれなかったが、1972年のホースアルバム、オクトパスから、ハードロックやポップスの要素も取り入れるようになり、さらにチェンバーロック的で複雑なアンサンブルに変化し、1975年のセブンスアルバム、フリーハンドまでセールスが上向いた。1970年代後半になり、プログレッシブロック自体が退調すると、さらに流行のパンクや、 ニューウェーブの要素も取り入りつつ、よりコンテンポラリーなポップミュージックを試行するようになる。しかしやがて行き詰まり、1980年に解散した。解散後、シャルマン兄弟はミュージシャンを引退したこともあり、再結成を望む声が多いものの実現せずにいる。一方で、元メンバーのゲイリー・グリーンとマルコム・モルティモアが2008年に、レントル・ジャイアントというバンドを立ち上げて、ライブ活動を開始した。 2009年には、ケリー・ミネアがこれに合流して、スリーフレンズを結成。ヨーロッパやアメリカ等のツアーを経て、同年9月にジェントル・ジャイアント名義では実現しなかった来日公演を行った。ドイツ・ハンブルク公演、マルコム・モルティモアを除く、全メンバーが複数の楽器を巧みに使い分けるマルチプレイヤーであり、各メンバーの持つ卓越した。 演奏技術をベースに複雑かつ洗練された音楽性によって知られた。変拍子やポリリズム、多彩なジャンルの入り乱れる複雑な楽曲をライトなタッチで聴かせるアンサンブルとメンバー全員によるコーラスワークは高い評価を受けている。そのため、その音楽性はアンサンブルの緊張感や技巧合戦の趣、き、幻想的な音空間といった俗に言う。 プログレッポさとはあまり関わりがなく、英国プログレッシブロックシーンにおいては図抜けた、ポップさを持つ異色のバンドであると言える。ロック以外のジャンルと結びつきが強い、プログレッシブロックというシーンにあって、ジェントルジャイアントはそれでも、なお民族音楽、ジャズ、ソウル、クラシック音楽といった非常にいいバラエティに富んだ音楽的アプローチを提示していた。また、 他のプログレッシブロックバンドでもクラシック音楽の影響を受けていたグループは存在したが、ジェントルジャイアントはロマン派音楽、中世西洋音楽、バロック音楽、20世紀のクラシック音楽、室内楽といった非常に時間的に広がりのある数多くの音楽からの影響も指摘されている。これらの点によって商業的成功には恵まれなかったもののカルト的な人気を獲得しており、 またその音楽的多様性によって構成に強い影響を与えた。歌詞に注目してみても、各メンバーの個人的な経験や哲学、フランソワ・ラブレイやロナルド・リー・レインの作品からの影響など、幅広いテーマに言及した。ありがとうございます。